今来てるこの6組の強烈な個性が炸裂。人の会話とか。カリスマ .com の歌詞のストック、悪口メモ公開。金返せバカ野郎ボス。そして新種の天然歌姫発見。わかりすぎた、超面白い。さらに鮮度抜群。このエビ、一体何者？今夜はこの6組のバズワードの中からそれぞれ異常にバズっている一点集中バズワードを紹介。まずはカリスマドットコムのお二人です。お願いします。そうなんです。もう番組最多出演の3回目となります。ありがとう。ドットコムが溜まったらここに来るんです。カリスマドットコムはそうなんだ。奥様に住み替えて余ったお金で。すげえ、超すげえ、はあ、この話のあったこの上田岩波女優南沢奈央さん、初主演のドラマ赤い糸で脚光を浴び、その後映画や舞台で活躍。夜の街には似つかわしくない清純派女優。じゃあちょっとブラブラしましょう。せっかくやったね。はい、山頂来たことありますか？いやほぼなくて、はい、ディープなお店がいっぱいあるってイメージなんですけど、全然詳しくないので。ここ行こう。じゃあちょっと有楽通り。うわぁ、ほら。ここもすごいですね。ここ大丈夫？これなんか、なんか言ってね。なんかって覚えたしな。確かにちょっとこれ、知らないと怖い。怖いですね。でもいいね、雰囲気あるね。こういう赤字の地でもいいね、やっぱり。ここさ、もう俺たちおじさんになったから意外と入れるようになったけど、若い時怖かったよね。今絶対入れないから。怖いね。でもなんか俺三茶のこのエリアのイメージ、アラサーぐらいで、女子会してるイメージだけどね。ちょっとこれどんどん入っていく中にグリグリと。スナックとかみたいなのもあるんだね。あるある。メロみたいですね。もし、あおちゃんがやりたいんだったら、これ見せ出しちゃって。もうさ、やらないよ。女優業忙しいんだから。スナックやるわけないじゃん。これはやる気ない、まだ。やろうと思ったことないね。あ、僕そうだ。挨拶ですね。あれ、俺ここ来たことあるよ。そうなんですか。これ昔からのとこでしょ。え、客一人もいないよ。だから結構働いてるのか。上に住んでたよね。あ、そうなんだ。よくてあげない。やらないよ。犯罪仕事仕事してるんだね。やらない。いいよね。ほら、目の前に飲めるのかな。すごい人気だ。ここ満席だよ。3人の目に留まったのは、寒空でもお客さんであふれるたこ焼き屋、たこます。出汁が効いた生地にキャベツ、天かすなど具だくさん。味は7種類といろいろなたこ焼きが楽しめます。たこ焼きポップ食べるの？そうですね。でもさっきの渡部さんのイメージだね、この女性の客。こういう人たちがいる。酒好きなアラサー女性たち。こういう人たちってあれよ、あの下手に話しかけるのすごい飲まされる。ダブル剣のブラキュンナイトって番組。いや、名前はなくていいですよ。恥ずかしいけど、タイトル言わなくていいよ。ちょっとこれ、カメラ回してるの大丈夫ですか？はい。すいません、あ、皆さんすいませんね、正直中。ちょっとなんか、おすすめを一品ぐらい。やりますか？やりたくそうに。そうだよ、話してもらっていらっしゃるんですか、皆さんは。字幕例のように。字幕例のように。本当にお知り合いですか？今日締めます。今日締め、どういうことですか？たまたまみんな行きつけで、でたまたま今日知り合って、で、もう仲良くなりました。で、3人で飲んでるんですか？そういう街なんだ、やっぱり。一番のおすすめってこれ、ご主人何ですかね？まあ、ネギ…ネギです。ネギです？でも俺、重たく焼きがいいな。